高砂は日本海軍の二等寿命艦、韓米は過去軍加古川河口の高砂裏に由来する日露戦争中の1904年12月13日、旅順港閉塞作戦に従事中、ロシア海軍の機雷により沈没した日清戦争前の1893年に巡航した一番艦、吉野より遅れること日清戦争後の1896年に寄港した一般には ヨシノと同系艦とされるが、ヨシノ型と独立して分類されることもある。ヨシノとは、兵装、装甲などに違いがある。これはもともと本艦が、1896年4月に、アームストロング社エルジック造船所で寄港された、建造中の防護巡洋艦を日本海軍が購入したものだからである。よって、厳密には、高砂は、ヨシノの同系艦や巡同系艦ではない。 実際には、チリのチャカブコ級防護巡洋艦の同系艦である。設計者は、吉野と同じく、サーフィリップ・ワッツである。1896年5月29日、イギリス、ニューカッスルのアームストロング社エルジック造船所で寄港。1897年3月26日、日本海軍は、イギリスとアメリカで、建造の軍艦4隻を命名。第号二等巡洋艦は、 高砂と命名された。5月17日、高砂は浸水。1898年3月21日、日本海軍は海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、3500トン以上7000トン未満の巡洋艦を二等巡洋艦と定義。該当する旧石が二等巡洋艦に類別された。高砂は5月17日に竣航。クレチンジュフ石。 同年5月25日、サウスシールズを出港し、日本に開港され、8月14日に横須賀港に到着した。開港員には石橋はじめも含まれていた。1899年10月19日より、約1ヶ月間、明治天皇皇太子は沼津御用邸を出発し、広島、兵庫両県下を行計する。回路での移動時には、走行巡洋艦、浅間を、 おめし館とし、グブ館として、巡洋館3隻が同行した。10月23日、皇太子は一時、高砂に上館し、本館をおめし館とした。北進事変では1900年から翌年にかけて、芝生、山海館、大湖方面に出動した。1902年6月16日から同月18日にかけて行われた、エドワード七世体館記念館館式に参列のため、 小松宮秋人新能及び伊集院五郎、少々指揮下の巡洋官二隻はイギリスを訪問後、ヨーロッパ各国を歴訪した。1903年10月、皇太子は和歌山県及び瀬戸内海を巡京することになり、高砂は皇太子のお召し館となった。10月9日、皇太子は和歌浦で高砂に上艦し、紀伊海峡を周遊する、揺ら要塞を巡視した。 翌日、皇太子は高松市に移動する。10月10日から13日まで、香川県滞在後、再び高砂に上官して、松山市に移動。同地に14日から16日まで滞在する。10月17日、皇太子は高砂に上官して、四国を出発し、糸崎で下官した。日露戦争における本官は、第三戦隊に所属しており、旅順要塞攻略作戦。 公開海,海戦に参加。1904年2月9日、旅順沖で、ロシア帰船マンチュリアを露覚した。5月15日未明、日本海軍は、巡洋艦、吉野を、味方艦、カスガとの衝突により喪失した。同日昼間には、ロシア海軍が付設した機雷により、戦艦2隻を一挙に喪失した。高佐後は、両艦等と共に、触来した、戦艦、 八島の救援に従事した。同年12月12日深夜、高砂は、両艦音羽と共に、旅順港閉塞作戦に従事中、旅順港外で嫌いに食いした。ひかりから約1時間15分後の12月13日、未明、転覆して沈没した。沈没の前後、両艦2隻が救援のため来着する。高砂乗組員436名中。 艦長以下生存者153名が、音羽に救助され、副長以下283名が死亡した。1905年6月1日、日本海軍は、本艦以下6隻の喪失を公表する。同年6月15日、日露戦争で沈没した高砂以下屋島、初瀬、吉野等は、軍艦席及び艦,艦艇類別等級表より、除籍された、高砂の艦型と、装甲。 並走配置40口径 20.3cm 主砲、日本海軍史第9艦、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく開港委員長官庁ありがとうございます